喉が渇いていた。体が熱く、カラカラに干からびていくような感覚。それと同時に、頭の芯は冷たく、氷のように冴えて。御堂島さん、大丈夫？先生、御堂島さんが倒れました。しっかりして、御堂島さん、御堂島。うるせえ。御堂島。ちょっと黙れ、女。やっと出られたんだろ。おい、マジかよ。救急車を。おっと。取り押さえろ。ナイフを奪うんだ。おい、離せよ。取り上げろ、ナイフ。出過ぎたものをするから。女の薬だ。俺の腕が俺が女。助けてくれ。痛い。そんなに苦しいかなら楽にしてやろう。逃げろ。なんて脆いんだ、なんて愚かなんだ。ゆうちゃん、何やってんだ、早く逃げろ。なんだお前は。なんだって、私たち親友じゃない。親友。ああ、ゆうのね。どうしちゃったのよ、ゆうちゃん。こんなの、いつものゆうちゃんじゃない。そうだ、俺はゆうじゃない。俺の名前はショウ。ショウ。ゆうは目を覚ます。ゆう、本当にお前を理解してやれるのは俺しかいない。その目にしっかり焼き付けるんだ。今まで無視してきた俺の存在をな。どうしたのかしら。急に目の前が暗くなって、その後は。これは。みんな。信じられない光景だった。友人たちが血に染まり、足元に倒れている。そして私の右手には美術用のカッターナイフが。仲良くやろうぜ。なあ、ユウ。またあのことを思い出してしまった。教室に漂う異常な空気、私に注がれるクラスメートたちの恐怖の視線。本当に私がやったのだろうか。前後の記憶はくっきりと鮮やかに思い出せるのに、あの瞬間の記憶だけがぽっかりと消えてしまっている。紅茶、オレンジジュースはいかがでしょうか。サンドイッチ、お弁当。あ、すいません。オレンジジュースをください。140円です。はい。ありがとうございます。やけに喉が渇いていた。そう、あの日と同じように。お嬢さん、弁天町には旅行ですか。いいえ、親戚のうちに。
そうですよね。何もないところだ。あると言ったら弁天製薬の薬品研究所ぐらいだし、偏僻で物悲しい。仕事でもなかったらあんなところはごめんですよね。はあ、幸いあの事件の被害者たちは命に別状はなかった。私が罪に問われなかったのは地元病院の院長である父の力だろう。父は知らない間に転校手続きを取り、私は高野のおじさんの家へ住むことになった。あれ、お嬢さん若いのに信心深いんですね。え？ほら、その胸ポケットのお守り。幼い時から肌身離さずつけていたお守り。あの事件が起こった時はちょうどこの御子様を置いてきてしまっていた。翔、そう、翔と名乗ったらしい消えた記憶を司る私。これさえ持ち続けていればあんな陰惨な事件は二度と起こらないだろう。まもなく弁天町に到着いたします。おっと、着いたようですね。ではお嬢さん、楽しい旅を。楽しめるはずなどない。私は余ったオレンジジュースを一気に飲み干した。そう、自分の中のもう一人の自分を洗い流すように。がオレンジジュースの余ったるさは消えない刻印のようにねっとりと喉の奥に張り付いていた。弁天製薬所の所長を務める高野のおじさんの家は鬱蒼と生い茂った林の中にあった。子供の頃は親戚の秋代ちゃんや正春くんと探検ごっこをしたものだけれど、今はその重苦しい陰鬱な雰囲気になぜか嫌な予感さえ感じる。おかしいわ、誰もいないのかしら。ちゃんと駅から電話したのに。ドアは何の抵抗もなく開いた。その時しんと静まり返った家の内部からふっと覚えのある香りが漂ってきた。東京の優です。電気はついてるのにおかしいわね。今の音は？おじさん、おばさん、誰もいませんか？かすかな物音。本が机から落ちたのか、椅子を後ろに引いたのか。それなのになぜだかわからない不安が背筋に走り、私は声を上げ続けた。おじさん、おば、また言ってはいけない。何かがそう叫んでいたけれど、同時に抵抗できない見えない力が私を引き寄せようとする。私は胸の御子様をぎゅっと握りしめると、ゆっくりと室内へ入っていった。お邪魔します。音はトイレの中から聞こえてくる。
もしかして泥棒かもしれない。ドアを開けた瞬間に襲いかかってくるかも。不思議なことに、そうであってほしいと願う私がいた。本当はもっと恐ろしい事実が待ち受けているような、そんな予感がしていたのだ。その予感が間違っていることを確かめたい。私は思い切ってドアを開けた。誰もいない。今の物音は何だったのかしら。便器の中に沈む異様な物体。周りには黄色い液体が流れている。あれは。込み上げてくる強烈な吐き気に、私はトイレを飛び出した。から逃げよう。確か秋代ちゃんの部屋からバルコニーへ行けたはずだわ。あっ、なんだ、鎧だわ。ホールに飾られた鎧武者。子供の頃この鎧が怖かった。今にも動き出して襲いかかってくるような気がして。鎧が、気のせいか鎧がかすかに動いたような。あんなもの見たから動揺してるのね、きっと。私はすっかり失った余裕を取り戻そうと、そっと鎧に触れた。私は訳も分からず一つのドアを開け、その中に飛び込んだ。スーツケースから転げ落ちた、だらだらと黄色い液体を流す物体。ギョロッと目をむき出し、私をじっとにらみつけた。間違いない。あの眼差しは、秋代ちゃんのものだった。やっぱりこの家には凶悪犯が。いや、違う。その時、一つの恐ろしい考えが、私を支配していた。私の中に眠るもう一人の人格、ショー。私の知らない間にあの恐ろしい事件を引き起こした人間、彼の仕業かもしれない。いや、彼は私なのだ。気づかない間に私が秋代ちゃんを。違うわ、そんなはずない。私は今ここに着いたばかりだもの。もう鎧はいないみたいね。確かここは和室。
やっぱり誰もいない。これは血だわ。明夫ちゃんのものかしら。マサハルくんまでこんな。アキオちゃんもマサハルくんも殺された。あとこの家にいるかもしれないのはおじさんとおばさん、そしてまだ幼い千夏ちゃん。私はハッと千夏ちゃんの身を案じた。千夏ちゃんの小さな首に回される何者かの手。おばさん、やめて、お願い、やめてちょうだい。おばさん、階下から聞こえる震えるおばさんの悲鳴。私は後先も考えず階段を駆け下りた。おばさん、待ってて。あ、みこし様が。慌てたはずみでポケットからみこし様がこぼれ落ちた。拾わなくてはショーが現れてしまう。そこには恐怖に顔を引きつらせるおばさんと、そして千夏ちゃんが向かい合っていた。よかった、千夏ちゃんが無事で。心配してたのよ。ゆうちゃん、千夏に近づいちゃダメよ。え、私が千夏ちゃんの肩に触れようとした瞬間、千夏ちゃんの手にキラリと光るものを見つけた。千夏ちゃん。やめて、千夏ちゃん。おばさん、逃げて。千夏が。真っ白な方に緑の人。恐ろしい形相をした千夏ちゃんが私に襲いかかってくる。こみ上げる恐怖の中で私は感じた。これは千夏ちゃんじゃない。千夏ちゃんは誰かに操られている。どうして千夏ちゃん。うわっ、しょ来ちゃダメ。千夏ちゃんは悪くない。千夏ちゃんは私の。時を待ってたぜ、ユウ。千夏。ババア、そいつは化け物だ。近づくな。でも千夏は。ババア。千夏ちゃん。帰ろう。化け物に親子の情なんてもの通じるもんか。さっさと逃げろ。今回は優に免じて許してやるが、次に会った時は容赦はしない。これは優の御輿様か。優、これから起こる出来事をよく焼き付けておくんだな。そして痛感するがいい。俺はお前なしでは存在しない。そしてお前も俺なしでは生きていけないってこと。ショウ。鈍いずつ、ショウが現れたのだ。あれからどうなったのだろう。おばさんは、千夏ちゃんは。そうだ、千夏ちゃんはまさかショウの手に。千夏ちゃん、鍵がかかってる。あ、これは
スカートのポケットに銀色の鍵が入っていた。ドアノブに差し込むとぴったりとはまる。ショーが鍵をかけたのだ。確かめなくちゃ。誰もいない。窓は開け放たれ、強い風が吹き抜けていく。何気なくサイドテーブルに目を向けると、その上に今にも風に吹き飛ばされそうな白い便箋が無造作に広げてあった。おじさんに宛てた手紙みたいね。差出人は御堂島隆。お父さんだわ。見慣れた父の字を読む。異常な事態が起こっているにもかかわらず、私は泣き出したくなるような安堵感を覚えた。優しく穏やかな父。男で一つで私を育て上げてくれた父。その温かな人柄が字のちょっとした癖から伝わってくるようだ。16年前の消印ね。この手紙とは。この手紙とは別に送ったあれが西道家の像だ。結局ただの像だったわけだ。西道家の秘宝とは関係ないだろう。この分じゃ呪いとやらもただの噂だ。安心してくれ。西道家の像、呪い？西道、聞いたことのない名前だ。そして呪い。私はその使い慣れない言葉を頭の中で繰り返していた。呪いの力。ふと突然動き出した鎧のことを思った。呪い、そう、非現実的なそんな言葉を使えばこの惨劇も説明がつくかもしれない。おじさんに聞けば全てがわかるかもしれない。秋代ちゃん、マザール君、二人の人間がこの家の中で死んだ。そして千夏ちゃんのあの異常な様子、この家の中でまだ調べていないところ、それはおじさんの地下書斎。私は迷わず地下への階段を降りていった。真っ暗だ。暗闇の中に横たわる人影。誰だか確認するまでもないおじさんだ。おじさん！ゆうちゃんか。おじさんまで。この家で何が起こったって言うんですか？千夏だ。千夏があの像を持ち出してから。あの像？それってお父さんの手紙に書いてあった像のことですか？西道家の呪いだ。全てが西道家の呪いなんだ。君が得体の知れない人格に取り憑かれているのも。え？なぜそのこと？燃やすんだ、あの像。おじさん、教えてください。おじさん、ショーは何者なんですか？それがその像とどう関係が？おじさん！よかった、気を失っているだけだわ。やっとつかみかけた真相の人。油汗をびっしりとかき横たわるおじさんの傍らには、怪しく光る金色の像が置かれていた。これがおじさんの言ってた呪いの像。しなっちゃん、隠れ。考えて暇はないわ。私は慌てて金色の像を取り上げた。そして机の上にあったライターを。急がなきゃ、早くこの像を燃やさなきゃ。灯油をかければあとは。千夏ちゃん。来ない。灯油。私は暖炉の横にある灯油に手をかけ、
金色の像に振りかけた。と、その瞬間言っておいたはずだ。次はないと。巫女様が落ちなければこの体が危ないところだった。ユウ、お前は俺を邪魔者扱いしている。が、同級生たちを刺したのも全てお前のためだったのさ。ずっと考えていただろう。お前は奴らを嫌っていた。口先だけだ。腹の中じゃ何を考えてるかわからねえ薄汚い奴ら。現実から目を背けるね、ユウ。綺麗事だけじゃ済まされねえ。お前は俺を必要としている。俺はお前を守ってやる。ちなつちゃんは、私の隣に倒れる幼いちなつちゃんの小さな、あまりにも小さな体。それで全てを知ることができた。ショウは私を助けてくれたのだ。だけど、ちなつちゃん、ごめんね、ちなつちゃん。これで全てが終わる。ユウ、起きろ、ユウ。まだ何も終わっちゃいねえ。起きろ。ショウ、ショウなのね。行かないで。あなたには聞きたいことがたくさんあるの。ショウ、ショウ、ショウ。ああ、目が覚めたようだな。俺は見舞い所の礎だ。よろしくな。警察の…おっと、無理に喋らなくてもいい。ここは弁天病院。高野さんの奥さんが通報してきたんだ。おばさんが？中へ入ったら、君と小さな女の子が倒れていてね。ちなつちゃん…そうだわ、ちなつちゃんは？ああ、あの子か。かなりの傷を負っていたが、命に別状はないよ。よかった。明代ちゃんと正春君を殺したのは、千夏ちゃんかもしれない。けれど、千夏ちゃんを手にかけたのは翔。いえ、私なのだから。君にはいろいろと聞きたいことがある。そう、昨夜起きた出来事や、高野さんのこと。え？おじさんの？ああ。が、ちょっと参ったことが起きてね。それどころじゃ。出やがったな。今の声は？ちょっと見てくる。君はここで待っていてくれ。あの、でも。いいか。俺が出たら、内側から鍵をかけるんだ。わかったね。待って！参ったこと、内側から鍵を。落ち着かなかった。あの像を燃やしたことで全ては終わったはずだ。それなのに何だろう、この胸にこびりつくような不安は。さっきのうめき声は何？石杖さんは何で鍵をかけろと？私は思わず夢で聞こえたショウの言葉を思い出していた。まだ何も終わっちゃいねえ。あれは夢じゃなかったのかもしれない。高野家の呪い。でもそれがこの病院と何の関係が？
とてもじっとしてはいられず、私はベッドから立ち上がった。と、その時。逃げるつもり、逃げるつもり。え？今、女の人の声が。その女性の声は、私の背筋を震え上がらせた。物悲しくか細り。まるで、そう、生命を感じさせない声色。この病院、きっと何かが。私はドアへと歩み寄った。抑えようとしても込み上げてくる恐怖。石杖さんの言う通り、ドアに鍵をかけようと思ったのだ。それなのに、なぜか私はドアを開け、廊下へと一歩を踏み出した。全く人気のない廊下。どう考えても普通じゃない。この病院は似ている、似すぎている。そう、あの忌まわしい惨劇の舞台、高野家に。診察室、ここなら誰かいるかも。その男性、いや、男性なのかもわからない。皮膚がボロボロに崩れて、そして頭から黄色い液体を流していた。開かない。どうすればいいの、どうすれば。ダメ、このままじゃ追い詰められる。男性、いや、得体の知れない怪物は思わず振り上げた椅子の一撃に倒れ込んだ。そう、これは人じゃない、怪物だ。肉はところどころ剥がれ、そこから黄色い液体がひきりなしに溢れている。不快な臭気を放つその怪物は、スプラッタ映画で見るまさにそのものだった。なんなの。そこにいるのは誰だ。ああ、悪い悪い。またバケモンかと思ってよ。これ君がやっつけたのかい。あなたは。ああ、申し遅れたな。俺っちは新聞記者の郷本渡だ。よろしく。新聞記者。この病院に流れる噂を取材に来たのさ。ところがどっこい、これは噂以上だ。気をつけねえと取材どころか命まで危ないぜ。噂？これだよ、この化け物。こいつが！そう言いながら郷本さんは怪物の横っ腹を蹴り上げた。と、その時。やべ、起こしちまったみてえだね。これでも食らえ！しぶて。おいお嬢ちゃん、早く逃げるぞ。はい。こっちだ。どうやら巻いたみてえだ。なんだ。教えてください、今のは何なんですか。どうしてこの病院に。なも俺が知るか。え、お嬢ちゃん、面白いこと言うな。すべてが謎だからこそこうして取材してるんだ。そうだろう。はい。よし、俺っちは他を調べてくる。こんな大スクープ、ちょっとやそっとじゃお目にかかれねえからな。じゃあ。待って、あんたはさっさと逃げた方がいいぜ。行っちゃった。なんなのあの人。え？忘れてて。お嬢ちゃん、あんたの名前なんて言うんだ。御堂島優です。優ちゃんか。じゃあまたな。慌ただしい人。郷本さんの人柄に張り詰めていた緊張の糸が
ふっと緩んだ気がした。信じられない状況を恐怖ではなく好奇で受け入れている。この病院の中に郷本さんがいる。それだけでも今の私には心強い。どうしよう、これから。やはり郷本さんの言う通り、この病院から出るべきだろうか。けれどなぜか気にかかる。刑事さんは鷹野家のことを気にしていた。それはあの家で起こった事件を調べたいからだと思っていたけれど、黄色い液体に普通なら考えられない状況。そう、この病院と鷹野家は絶対に関係があるはずだ。逃げてなんていられないわ。やっ、またあの怪物。逃げよう。あの怪物は何度でも起き上がってくる。正面から向き合うのは危険だ。私は怪物の声から遠ざかろうと通路を曲がった。その時、さっき見た怪物ではない。肉の剥がれ方やボロボロになった着衣が微妙に違う。そう、あの怪物は何匹もいるのだ。逃げる私の前に白い髪が見えてきた。あれは看護婦さんだわ。どうしよう、来る。私は看護婦さんを避難させようと慌てて走り寄った。看護婦さん、早く逃げてください。怪物が。私の声に看護婦さんはゆっくりと振り返った。その顔にはうじが湧き、黄色い液体がポタポタと滴り落ちていた。いやー、どうして看護婦さんが。もしかしてあの怪物は人間だったの。早くこの部屋に。室内に看護婦さんが座り込んでいる。私はビクッと緊張した。もしかして彼女も怪物が。その横顔はやつれてはいるが、初老の女性のものだった。あのもう終わり、もう全てが終わり。え、終わりなのよ。みんなも、そして私、永遠にさまよい続ける。それが私たちの宿命。不調さんらしき女性の手には割れたガラスのかけらが握られていた。彼女はそれを自分の手首に。何を、やめてください。もう終わりなのよ。まだ終わりじゃありません。だってあなたはまだ生きている。生きて、全てが終わったわけじゃないんです。ここから逃げてください。あの人たちだって好きでああなったわけじゃ。ほら、お迎えが来たわ。しっかりしてください。諦めちゃダメ、諦めちゃ。どうしよう。そうだわ、その時私は初めて自分から彼を求める気持ちになった。この場所へ残る勇気を私に与えてくれた彼、翔。私は胸のポケットから巫女様を取り出すと床へ投げ捨てた。翔、やっと俺の大切さに気がついたようだな、ユウ。おしまいな、もうおしまいなのよ。ブツブツうるせえぞ、ババア。こんな気味悪いやつと素手でやり合いたくはねえな。ほんか、これでいい。食らえ。
うせ追い先短いんだ。わざわざ自分で死を選ぶようなバカの真似はよせ。ユウの御輿様。ふと気がつくと、床にはあの怪物、いや怪物になってしまった人々が倒れていた。ショウ。あなた。あ、府長さん、無事だったんですね。あなたは、あなたは何者？私もわかりません。自分が何者なのか。わからない？ええ。自分が何者なのかを知りたい。だから、生き延びたいんです。それがわかれば彼ら、こんな姿になってしまった彼らの秘密もきっと。院長室のファイル。え？それを読めば何かがわかるはずよ。行ってみなさい。ありがとうございます。あ、でも私なら大丈夫よ。もうバカな真似はしないわ。どうせ追い先短いんだもの。え？早く行きなさい。頑張ってね。はい。院長室のファイル。それを読めばこの病院の秘密がわかる。私は流行る気持ちを抑えながら院長室へと向かった。ここが院長室ね。誰かの声が聞こえる。院長先生かしら。化け物が一人、化け物が二人。みんな仲良く、あの余裕気。小ざっぱりとした院長室。そこでは院長らしき人物が一人ブツブツと何事かを喋っていた。その目にありありと狂気の色を浮かべて。あの男だ。あの男のせいで全てがめちゃくちゃに。誰だ？娘、なぜここに？そうか、お前も化け物の仲間なんだな。彼は私の存在に気がつくとその手を伸ばしてきた。いや、俺まで化け物にしようとってそうはいかないぞ。くし。私は必死にあがいたが、狂気から生まれるその凄まじい力は一切の抵抗を許さない。だんだんと目の前が白く霞んでいく。私はここで死んでしまうの。まだ何も分かっていないのに、西道家の呪いも翔のことも何も。食われろ、食われろ。あなたは肌が透けるように白い。そう、そのままふーっと風景に溶け込んでしまうかのような白い肌。生気の感じられないその佇まいはまるで幽霊。あ、待ってください。助けていただいてどうもありがとうございます。あなたを助けたわけじゃないわ。え？彼女の声、か細く頼りない。そうだ、この病院の中で聞こえてきた女性の声、あの声の持ち主は彼女だったのだ。あのでも今勝手に死なれたら困るからよ。勝手に死なれたら困る。彼女が残した言葉を知らず知らずに反芻していた。勝手に死なれたら、もしかして彼女は私のことを知っている。彼女も西道家の呪いと関係があるのだろうか。そうだわ、ファイルを調べないと。あ、
重底になってる。二重底の下には一冊の古ぼけたファイルがあった。HU599 金についての極秘実行。 HU599 金？最近は既製脳を構成し、既存脳はその機能を破壊。そんなことって、驚くべき内容だった。この病院に救う怪物たち、彼らはやはり人間だった。 HU599 菌という得体の知れない細菌を使い、人為的にあんな姿にされてしまった哀れな人々。この書類の制作者は、ダメ、消えかかっていて読めないわ。今まであやふやだった現象たちがパズルのように組み合わさっていく。この病院で起こった出来事は呪いなんかじゃなかった。それなら高野家での惨劇も呪いではないかもしれない。絶対に突き止めてみせるわ、この事件の真相を。研究所、ここで全てが分かるはずだ。全てがここで。よし、俺が先へ行って様子を見てくる。君はここで待っていてくれ。私も。大丈夫、俺に任せてくれ。すぐに戻ってくる。石津さん。翔、私はポケットから巫女様を取り出した。幼い頃お父さんに買ってもらったお守り。なぜこれを持っていると翔は現れないのだろう。翔とは何者なのだろう。翔と直接話ができたなら。今の声は河本さん。一度しか話したことがない河本さん、けれどその印象は鮮やかだ。あれは河本さんの悲鳴に間違いない。どうしよう、石杖さんはここにいるって。また胃の奥から絞り出される悲痛な叫び声。このままじっと黙っているなんてとてもじゃないけどできない。石杖さん、ごめんなさい。私は研究所内へとつながる階段を駆け上がった。郷本さんの声は確かこっちから。この部屋にはいないみたい。次はこの部屋。いないわ。これだけ広いとどうやって見つけたらいいのか。今度はこっちの部屋を。やっぱり誰も。ドアの後ろにいて気づかなかった人影。ボロボロの白衣に般若の面をかぶり、手には錆びついた大なたを持った。すべての人間に災いを。やめて、来ないで。一体彼は何者なのか。病院で見た怪物とは違う。明らかに命を持つ生身の人、男性のようだ。でもそれがなぜ。振りかざされる大なたの恐怖、私は思わずドアを開け、そこに転がり込んだ。般若の面をかぶった男は部屋の中までは追っては来ないようだ。彼はこの事件の関係者だろうか。石杖さんの言う通り、おじさんが怪しいのだとしたら、あの面の下はもしや。混乱する頭を落ち着かせるため、私は室内を見渡した。ここは資料室みたいね。あら、部屋の奥に巨大な水槽がある。そこに浮かぶ巨大な魚、
熱帯魚かしら。どうして研究所に。私は思わず後ずさり床に座り込んだ。水槽に浮かんでいたのは熱帯魚などではない。それは紛れもない郷本さんだった。いや、水槽に浮かぶ郷本さん、その瞳は恨めしそうに私を睨みつけて、私は這いずるように資料室を飛び出した。嘘よ郷本さん、嘘。災いよ、全ての人間に災いよ。いや、災いよ、呪われた者に災いよ。もうやめて。走った。どこをどう走ったのかもわからない。ただめちゃくちゃに。いつの間にか私は一つの部屋に入っていた。部屋に立ち込める蛇行系の甘い香り。はっと振り返ると、病院で私を助けてくれたあの女性が冷たい微笑みをこちらに向けていた。あなたは楽しそうね、鬼ごっこ。あなたは誰なの？どうしてここに？私は藤花、そしてあなたは呪われた娘。呪われた？どうしてそれを？ねえ、私も仲間に入れてちょうだい、鬼ごっこの。藤花と名乗る女性はそう言うと、胸元から鈍く光る銃を取り出した。私も楽しませてもらうわ。何をするの？やめて。ほら、早く逃げなさいよ。でも、ドアの向こうからあの不気味な男の声が聞こえてくる。今このドアから逃げ出せば。化け物に殺されるのと、この銃で撃ち抜かれるのと、どちらを選ぶ？やめて。私は思わずドアを開け外に飛び出した。そしてそこには、災いよ。次から次へと襲ってくる恐怖に、涙も目の奥で凍りついてしまった。極限状態の中でただ一人の人物を強く思う。ショー、助けて、ショー。私はポケットからみこし様を取り出すと思いっきり投げ捨てた。これでショーが。どうして御子様は持っていないのに、どうして現れてくれないの？いや、逃げなきゃ。この研究所から逃げなきゃ。うっそうと茂った林に立ち並ぶ墓石、どうやら中庭に出てきてしまったらしい。振り返るとあの男はいなかった。逃げ切れたのね。どうして研究所に墓地が？暗闇に私の足を取ったもの、それは倒れて地面に転がる墓石だった。なんで墓石が？この墓石。その墓石には真新しく彫られた文字で、高野はじめと刻んであった。どうして？
どうしておじさんのお墓があるのよ。おじさんはまだ生きて。何かの間違いよ。だって今の音は。私はその予感に突き動かされるように走り出した。そしてあ、おじさん。予感は当たった。そこには血を流し倒れるおじさんの姿があった。おじさん大丈夫？おじさん、ゆうちゃんか。私はもう。何言ってるの、しっかりして。ゆうちゃん、呪いとは人の心に眠るものだ。呪いを願う人の心、呪いに怯える人の心、すべての人の心の中に。呪い？それは西道家の呪いのこと。西道家の呪い、初めからそんなものはなかった。西道家の呪いなんて存在しなかったんだ。え、御堂島、奴が御堂島ってお父さんのこと？奴が全てを。おじさん、私は賞を求めた。母親を泣きながら呼ぶ血のみ子のように、心の奥底から賞を求めた。賞、賞、賞。ユウ、え、ユウ、賞、賞なのね。いいか、研究所の地下に礼拝堂がある。礼拝堂？なんでなの、ショウ？そこへ行け、そこへ行けば。ショウ、待って、ねえ、ショウ、どうして？ショウ。ショウの声はもう聞こえない。けれど、その声は私に立ち上がる勇気を与えた。地下礼拝堂。ショーがついていてくれる。それだけで私はあのまがまがしい研究所の中へ戻っていくことができた。般若の目をかぶった男、フジカという女性。怖くないと言ったら嘘になる。けれど私には翔がいる。真っ暗だわ。地下へと降りる階段はぷんとカビ臭く、長い間使われていないことが容易に分かった。誰かいる。小さく聞こえてくる男女の言い争う声。私はそっと息を潜め、ドアの向こうに神経を集中した。フジカ、お前。あら、あなたに名前を呼ばれるなんて意外だわ。研究のために母と私を捨てたあなたが。額から冷たい汗が伝わってくるのが感じられた。一人の声はあのフジカという女性のもの。そしてもう一人は。そこにいるのは誰？ユウ、お前なぜここに？お父さんこそなんで？このフジカさんってお父さんの何なの？教えてあげなさいよ。お父さんは信じられないという瞳で私を見つめ、そして小さくつぶやいた。私の娘だ。え？娘って？そう、私は御堂島隆のたった一人の娘。
たった一人って、あなたなんて知らない。私がお父さんの娘なのよ。あなたはこの男の本性を知らない。呪われた娘。あなたはこの男に利用されているだけ。利用って…フジカ、復讐のつもりか。復讐？そうね。でも、それよりもいい方法があるわ。フジカと名乗る女性はそう言うと、小さな錠剤を口に含んだ。フジカ！死んでる。真っ白い肌に滴り落ちていく真っ赤な血。なぜ彼女は。お父さん。ユウ、早くここから出て行きなさい。お父さん、なんで何も教えてくれないの。おじさんがお父さんの名前を言ってたわ。お父さんは知ってるんでしょ、この事件の真相を。ユウ、お願い、教えて。出ないと私何を信じていいかわからない。もうお父さんを信じられない。ユウ、わかった。その代わりこれだけは信じてくれ。私はお前を愛している。お父さん、こちらへ来なさい。お父さんはそう言うと、飾りのついた物々しい扉を開いた。と、その部屋の中には、サイドウ。サイドウ、この人がサイドウなの。部屋の中に般若の面をかぶった男、彼をお父さんはサイドウと呼んだ。死を、呪われし者に死を。狂ってるわこの人。そう、狂っている。私が狂わせたのだ。え？彼の名は西道伏人。 HU599 菌を発見し、天才と呼ばれた研究者だ。 HU599、 この人が。私は西道が羨ましかった。彼には地位も名誉も幸せな家庭も、そう、私が望んでも手に入れることのできない全てがあった。しかし、そんな西道にも世間に知られてはならない弱点があった。それが西道家に伝わる言い伝え、二つの人格を持つ赤子の呪いだ。二つの人格。あっ、息が止まるほどの驚愕。私は思わず言葉を失った。二つの人格、それは。そう、ユウ、お前のことだ。私が西道家の。そう、お前はこの西道の娘だ。西道家では稀に二つの人格を持つ赤子が生まれる。それは不吉なことされ、生まれてすぐに墓に埋めねばならないと伝えられていたのだ。西道も言い伝え通り、お前を墓に埋めた。そんな。代々伝わる呪いとはいえ、これは犯罪だ。私は西道を陥れるためにお前を墓から掘り起こした。高野に手伝わせてな。長時間土の中にいたのに、お前は気丈にもしっかりと息をしていたよ。お父さん、嘘よ、嘘。私はお前の存在をほのめかし、西道の手柄を横取りしようとした。しかし、死を、呪われた娘、全てのものに死を。死を。死。お父さんの手に握られた銃、それがこの男の息を止めたのを理解するのに少しの時間がかかった。倒れた瞬間に顔から外れた般若の面、そこからは私と目元がそっくりな初老の男性の死に顔が覗いていた。
しかしそれはできなかったよ。妻と別れ家族を失った私の中でお前の存在は日に日に大きくなっていった。私はお前が心から愛しかった。お父様。私は違う方法で再度を落とし入れようとした。そして金色の像に幻覚剤を忍ばせ送ったんだ。金色の像。そして同じものを高野にも送りつけた。彼が私の企みを口外してしまう可能性があったからな。そんなひどいわ。それだけのことのために秋代ちゃんや正春君は。全てはお前を守るためだったんだ、ユウ。目の前が真っ暗になった。私は西道家の呪われた子。お父さんは本当の父親ではない。そして鷹野家の人たちはみんなお父さんの手で。ずいぶんと勝手な言い草だな。ショー。私の口からショーの言葉が飛び出した。私の意識ははっきりしているのに。ショー。そうか、お前がユウの邪悪な一面。邪悪な。ああ、西道家に生まれる二つの人格を持った娘。その一つの人格は凶悪で邪悪な影を映し出す。何とでも抜かせ。おい、これで分かっただろう、ユウ。黒幕の正体だな。え、ショウ、あなた知ってたの？ああ、お前と御堂島が薄ら寒い親子ごっこをやらかしている間、俺はずっと監視していた。このたぬき親父の真っ黒な腹ん中が。でもショウ、あなたは巫女様があれば。いいか、巫女様なんてものはお前の気休めに過ぎない。俺はいつもお前と共にいた。そしてお前が俺を必要としたから現れた。いい加減にしろ、ユウ。私を信じるんだ。そうすればお前の邪悪な一面は姿を消す。ショウは私の邪悪な一面。私を信じるんだ、ユウ。だったらなぜ俺は現れたんだ、ショウ。言っただろ、俺はお前を守ると。俺はお前に害を与えるもの全てを消すために現れたんだ。鷹野家のやつらも最後、そしてこのおっさんもな。私の体の中に流れるショウの思考、それはとても真剣なものだった。そう、真剣すぎて痛いほどに。いいか、ユウに危害を与えるものは俺が消す。あっ、これはなんだ。ショウ。私は私の意志とは無関係に走り出していた。待て、ユウ、ユウ。慌てて私を追いかけてこようとするお父さんと、その時私の手は。え、なんでポケットに銃が。ユウ、私を置いていかないでくれ、ユウ。やめて、ショウ、ショウ。ユウ、お前しかいないんだ、ユウ。ショウ、やめて。ユウ。お父さん。ショウ、ショウ、ショウ。私は、いや、ショウは、それは違う。そう、私たちはお父さんを銃で撃ち抜くと、そのまま礼拝堂を飛び出していった。よかった、無事だったんだな。はい。何なんだこの爆発は。これで全ては謎のまま終わってしまったな。謎のまま。ショウ、
お父さんはショーを邪悪な一面と呼んでいた。確かにそうなのかもしれない。ショーのせいでお父さんは死んだ。でもショーは誰よりも私を。え、ショー、誰だいそれは。ショーは いえ、何でもありません。なんだか君変わったね。え、こう雰囲気がさ、ついさっきまでとは別人みたいだよ。別人。さあ、こうしちゃいられない。応援を呼んで詳しく調べないと。君はどうする？私は帰ります。そうか、また話を聞くことになると思うけど、家の電話番号を教えてくれないか。私の家は。答えられなかった。私にはもう頼るものがない。お父さんもおじさんも。いや、何もなくなったわけじゃない。彼がいる。私を誰よりも深く、強烈すぎるほどに愛し、いつも隣にいる彼が。お前は俺が守ってやる。それからショーは二度と私の前に現れなかった。